みなさん、こんにちは。星ひろとです。星葵です。ひなたの母の星千尋です。今日は、スーホの白い馬の中に出てくるモンゴルの草原を馬たちが競い合いながら走り合うシーンを、この2個で演奏してみたいと思います。2個は中国の楽器ですが、モンゴルの馬頭琴にもとてもよく似ています。この弓は馬頭琴と同じように馬の尻尾の毛が使われています。曲の最後にはヒヒーンという馬の鳴き声も出てきます。そのあたりにも注目して楽しんで聴いてください。せーの、バイバーイ、バイバーイ。Thank you.